はい、重い話ですね。うん、そうなんですよね。私も経験がないわけではないですよ、吉田さん。似たようなことを何回も踏んでます。うん、そのために心を痛めたりとかね、自分の限界ってものを知ることになるんですけども、でもね、やっぱ限界って動画で結構、僕も吉田さんもお話したと思うんですけども、私が思うのは、人って限界を超えると死ぬんではなくって、生きていくんだと思うんですよ。限界を超えると生きていくと思うんですよ。で、限界を超えないから死んでしまうのかなと思うんですよね。ちょっとね、トンチみたいな話になりますけども、吉田さん前半で言われてたみたいに、もうね、自分を裏切らないとかね、あの辺ちょっとこう、難しい話になったと思うんで、分かりにくかったと思いますけども、私はこういうふうに思ってるんですよ。自分の人生を自分の代わりにやってくれる人は、世界に75億人いて誰もいないってことなんですよ。だから自分の人生は自分で構築するしかないんですよね。休む暇もないんですよ。休みすらもうプレイなんですよね。やってるってことなんですよ。で、人は、本当に心から伝えてくれることってのはないんですよ。もうなぜなら、全部自分のことを誰かに知らせようと思ったら、例えば私46歳ですけど、46年かかっちゃうんですよ。で、言い忘れたこととか、伝え損ねたこともあると思うんで、やっぱりね、わからないんですよ。自分のことも十分わからないのに、人のことを分かってあげようとか、人のことをね、自分のことを分かってもらおうとかって無理なんで、そこは、あまり深くいくことじゃないかなと思いますね。ただやっぱりこうなんじゃないかなって察することができると思うんですよ。で、そういうところで私たちは分からない人をいかに分かろうとするかなっていうことを、そのもがき苦しむ姿が伝えていくってことなのかなと思うんですよね。で、ちょっと話戻しますけども、やっぱ重い話、吉田さんもね、ちょっとこう今でも胸が詰まることだと思うんですけども、私も想像してね、ちょっとこう、まだまだ力及ばずっていうところを感じながら、痛みを共有しながら行かないといけないなと思ったんですけども、精神とか感情って、もう皆さんご存知のようにね、命を左右するんですよ。精神とか感情ってのは命を左右しますね。で、寿命ってのは長さですよね。で、短くとも質の高い、質の良い人生を送ることもできます。どっちを選ぶこともできるんですけども、でも、このままだったらね、皆さん、長くもないし質も良くない人生が続くんですよ。なぜなら数もできないし質も上げれないっていう行動をしてるからなんですよね。少なくとも自分ではそれを認識してるんですよ。認識しながら変わりたいと思ってるのに変わらないってことは、ものすごくね、寂しい人生が続いていくだけになっちゃいます。で、話をね、もう一回この言葉にフォーカスしたいと思うんですけども、限界を超えると人って結構生きていくんですよ。でも限界を超えられない人って早く死んでしまうんですよね。そういう意味でも、どん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 ね、限界に挑戦していきましょう。そして限界ってものを広げ続けていくことによって、限界の限りがなくなって無限ってことになるんですよ。我々は無限の可能性を持ってますから、無限に向かってやっぱり一つでも多くのことを進めていければなと思うんですけどね。